東京都が近く緊急事態宣言を要請する際の新たな考えを示すことが分かりました。オミクロン株の特性に合った内容となります。関係者によりますと、都が近く示す考えは、国に緊急事態宣言を要請するかなどの指針となり、 新規感染者数や病床の使用率に加え、重症や中等症の患者の数なども考慮します。昨日、東京都では新たに1万1,751人の感染が確認され、先月1日に85人だった自宅療養者は1ヶ月で7万1,960人に急増しました。また、昨日時点の病床使用率は49.2%です。 小池知事は入院患者のおよそ半数が70代以上の高齢者であることから高齢者施設などの患者には医師が往診し治療することで病院のベッドを効率よく使いたいとしています。